こんにちは。こんにちは。第2回、ご飯もし、ご受験いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。首都圏模試センターの野尻と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。時計模試センターの立石です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。国語の、成績結果を見てですね、どの問題がポイントだったのかっていうのを、話していきたいなと思うんですけれども、国語が、150点中ですね、65点という平均点だったんですけれども、立石さん、何か感じたことっていうのはありますか？前回もそうだったんですけれども、知識の資格対抗の問題の正答率がやっぱり低いんですよね。で、これが多分おそらく10点ぐらい平均点を押し下げたかなと。なので、知識のその慣用句の問題であったりとか、あ四と角は3番ですね。資格3番の慣用句の問題、あと資格5の漢字の問題ですよね。この辺がもしできてない生徒さん、受験生の皆さんがいらっしゃったら、ここはしっかりと、知識として定着させていただけたらいいかなと思います。そうですね。特に四角3番の慣用句がほとんどの問題が3割以下そでうですすよかね。ね。なので、ここのところが、もう少しできてくると、だいぶ違うんじゃないかなっていうのはありますよね。そうだ。あとだからその部分でもし分からなかったら辞書か何か引いたり、何かそういったところで意味も含めて書いておくと、定着がまたさらに上がってきますので、忘れにくくなるかなと思いますので。もう、あともう一段落上げると、その慣用句を使って日常会話でちょっと使ってみるとか、そういった形でちょっと遊びながらでもいいから慣用句を使うのも一つ手かなと思います。そうですね。あと漢字もそうですよね。漢字も比較的日常でも使う言葉が多かったんですけど、例えば、四角五番の丸五、金星の取れた体、これは結構、ね、日常でも使う言葉なんですけど、受験生がその金星が取れた体つきってどんな体つきなのかなっていうのが想像つかなかったのかなと。ついてると、こんな感じになるんじゃないかなっていうのが想像つくんじゃないかなっていう。ここのところのボキャブラリーというか、そこのところがちょっと、今回の問題でも如実に出た結果になったかなっていう気がしますポジティブな言葉ですよ。いい言葉ですね。金ね。星とそうですね。理想的な体ですね。か。僕、一回も言われたことないですね。いや、私もそうですけども。その辺がね、点数が取れてくると、少しまた全体の点数も上がってくると思うんですよね。で、文章も読めてくると思いますので、少し間違ってしまった問題を中心に、ちょっともう一回確認しておいてほしいなと思います。あと、文章題の方はどうですかね。文章題は、意外と四角一の記述問題が、正答率が予想以上に良かったんですけれども、これもっとよくできたんじゃないかなと思うんですよね。主人公の眞子さんと、ね、眞子さんはもう、すごい厳しい練習をしながら、優勝しなきゃいけないよっていうような形でずっとやっていたわけですよね。そうですね。そうですね。だけど、翔くんはそのクラブには入らずに、ただ実力があるんだけれども、歌うことが楽しいからそこに行くっていう対比がもう性格、主人公とその登場人物の性格がはっきり分かれてるんですよね。だから、そうですこね。の登場人物の気持ちとか心情とかそういったところを読み取れば、あと会話文も含めてと、かなりこの問題そういったニュアンスで書けば、そういう意味で書けば、かなりの点数は取れたので、ここはもし空欄だよっていう受験生の方がいらっしゃったら、ぜひね、書いていただけるといいかなと思います。あとは四角にですね、四角2の問い1番ですかね。一これ、番抜き出し問題ですね。問題、これも20%切ってるんですよ。でもわかるんですよね。近くにないんですよね。回あ、答答が。えが。答えが、
で、そこを、まあ、言い換えてるっていうところがあって、言い換えの部分があったので、その言い換えをしっかりと、まあ、思考スキルで言うと言い換えっていうんですけれども、そこをきちんと、捉えていただけると、来たかなとは思うんですよね。なので、次のページのところで、9ページですかね。9ページのところに、1行目ですかね。こうして次第に役割分担を明確していく中で、細胞同士が物質をやり取りしたり、信号を送ったりすることによって、よりスムーズに役割分担を果たすようになるっていう書いてあるんですね。最初の統一の文章を見ると、明確な役割分担を元にないないようになり、より複雑で大型化していったっていうふうになるので、この部分がもう役割の明確化だな、役割分担だなってなるわけですね。で、その結果ってなって、いくつもの細胞が連携して一つの生命活動を行う多細胞生物が生まれていくのであるって書いてあるんですよね。なので、ここまで読んでいただければ解けた問題だったので、その近くっていうよりも、もし近くにないなと思ったら言い換えてる部分が必ずあるので、そこを探してくださいっていうところですかね。そうですね。で、あともう一問は、この問い8番ですかね。多細胞の出現とありますが、筆者はどのようなことが多細胞生物の出現につながったと考えていますかっていうところですよね。で、この文章のところは、その前に多細胞生物が出現したのは一体いつ頃なのか、これはまだ明らかにされていないって言って、しかしで、その文章が入ってくるわけですよね。で、これ、スノーボールアースなんじゃねえのっていうことで数えてみると10文字、あ、これ違うんだなっていうふうになるわけですよね。それで読み進んでいくうちに、最後に、しかし、最後が2行目ですかね。最後のところが2行目。しかし、大きな変化と過酷な環境が生物を著しく進化させた。この生物を一、生命ですね。あ、生命か。すいません。生命を著しく進化させたっていうのが多細胞生物が出現したっていうところと繋がっていくわけですよね。最初は単細胞から始まってるっていう文章だったので。なので、ここも言い換えだなって分かっていただければ、大きな変化と過酷な環境っていうのが出てくると思うんですよね。だから抜き出しとかそういったところは何を今回、私が言いたいかっていうと、置き換えてるっていうところをしっかりと見直していただくと、すんなりと答えられるところがたくさんありますので、ぜひ、通常の問題を解くとか、そういったところで、抜き出しの問題が来たときに何が置き換えてるかなっていうのを探していただくと、パズルみたいで面白く解けるかなと思いますので、実践していただくと嬉しいです。そうですね。視覚2の問題は、単細胞と多細胞を、こう、比較しながら、こう、説明されてっている文章だと思うんですよね。で、その問1の問題に関しては、多細胞生物とありますが、本文では多細胞生物はどのように進化したと述べられていますかって、ある意味メインの話だと思うんですよね。なので、ちょっと離れてはいるんですけれども、回答が。でも、ここは押さえておかないといけない内容なんですよね。で、それと同じく、問い8もそうなんですよね。そうですね。これも多細胞生物の出現とありますが、筆者はどのようなことが多細胞生物の出現につながったと考えていますかって、核心の部分ですよね。で、問い8の場合は、しかも答えが結構近くにあるっまあ、ていそのう。とこはないですね。で、後ろから5行目ですかね。凍りつくような厳しい環境の中で、一体生物たちに何が起こったのか、生物たちはどのように過酷な環境を生き延びたのか、さまざまな想像をすることはできるが、すべては謎であるって言ってるんですよね。その後に、しかしっていう逆説が来て、大きな変化と過酷な環境が生命を著しく進化させた。これだけは事実なので
事実なのであるって書いてあるので、この大きな変化と過酷な環境が生命を著しく進化させたっていうことだけは分かってるよっていうことなんですよね。ね、うん。だからそういうふうにその文の構造というんですかね、分かってくるとですね、この答えっていうのも導き出せるような形になるので、まあ、ある種、なんでしょう、この本文の中の核となるようなところを聞いてる2台だったんですよね。ここは、まあ、ちょっと正答率見るとですね、まあ、問1が17.8。で、問8が15.1って低かったので、ここはちょっともう一回見直ししといていただいた方がいいかなと思います。で、この本文の核心のところがこう分かってくると、文の構造っていうのも多分分かってくるんですよね。で、そうするともっと細かい、細部のことを聞かれた問いに対しても分かってくることにもなってくると思うので、ここもし、間違ってしまったら、どうやって、どこをこう抜き出して間違ってしまっているのかとか、そういったことをなんでこういうふうに考えたのかとか、まあ、そういったところまでちょっと突き詰めて復習しといていただけるといいのかなと思います。では、国語の、説明を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。